はい、先月の新潟人の飲酒動画です。今回は、珍しい、ハイサワーの、缶です。こちらは、酒の格安って、なんだ、通販で買いました。これ売ってないよね。まあ、多分東京のあたりじゃないと売ってない。東京目黒、レモン果汁 7%、アルコール度数 7%。原材料がレモンと醸造アルコールとワインと水飴と香料です。製造者がジャパンフーズ株式会社。販売者が株式会社白水社。あ、これ白水社が製造してないんだ。販売してるのが白水社で、製造者は違うんですね。ここにいろいろ書いてあります。イタリアの契約農家の手摘みレモンの果肉の真ん中を約 30% だけ絞る贅沢な真ん中絞り製法。皮の苦味は、渋みを入れません。ハイサワーと呼べるのは白水社のハイサワーだけ。昭和の時代から酒場で、親しまれるプロの味を。美味しいとこだけ真ん中絞り。でもこれさ、白水社のハイサワーって言ってるけどさ、製造者はさ、製造したのは白水社じゃないんだよね。ただ販売してるだけって、まあ、そんなもんなんですかね。どこもね。だから、なんか、あれだよね。どうなんだろう。でも、サントリーとかのやつって、サントリーが作ってるんじゃないの？あれって。よくわかんないですけど。販売者と製造者で違うの、結構あるとは思うけど。お酒だとあんまりないかも。それじゃあ。まあでも缶だから、缶見ないもんね、これね。ハイサワー。ハイサワーの缶。これは、ネットでしか見たことない。それは乾杯。うん。酸っぱい。うん。酸っぱい。なんだっけ。前飲んだ。なんつったっけ。あれよか、断然酸っぱい。てか甘くない。ハイサワー缶。うん、でも、別に、うん。普通のハイサワー缶じゃなくても、まあ、普通に味は、あれですね。変わんないですね。当たり前か。ちなみにこれの原液のね、原酒じゃねえや。これのハイサワーの、いわゆる原液っていうのも、注文しまして、そこにあるんですけど、1リッターのレモン味の原液。あれを 30cc と炭酸水 180cc 入れて作るってやつ。そうするとハイサワーができますよって。まあまあ。ハイサワーね。まあでも一番、こういう、サワー系の、やつだと一番、有名なのがこの、ハイサワーですからね。でも俺、そのネットで売ってた、原液は多分、飲食店の、業務用限定なんで、普通だと手に入らない。まあ、普通にネットで売ってたから買ったけどさ。このハイサワーのさ、グラスがちょっと欲しい。まあ俺も持ってるんだけど。ビジリグラスってやつ。
美尻グラスってやつも持ってるんだけど、普通の何も書いてない、ただハイサワーって書いてるだけのやつもちょっと欲しい。欲しい欲しいんですよね。グラスマニアなんで。ちょっと。まあ、これオンラインショップで手に入るんだけどさ。美尻グラス。美尻グラスもいいんだけど。普通のあの、ね、チープな。っていうか単調な、なんていうんですか。ね、何にも、あの、柄とかがない、ハイサワーって書いてあるだけのやつ。もうあるんで。まあ、ここでオンラインショップがあるからね。まあ、ただこのオンラインショップよりか、何でも酒屋格安の方が安かったんで。送料も無料だったしね。2はハイサワー館。居酒屋の本格サワーが缶入りになった。居酒屋さんで30数年。お酒の割り剤として愛され続けているハイサワー。そのハイサワーレモンにお酒を入れたハイサワー缶。アルコール度数 7% で販売しています。なんといっても、甘くなくって強炭酸。強炭酸これ。いや、これ微炭酸だと思う。ハイサワーって基本的にあの微炭酸だよね。その味を缶に詰め、ハイサワー缶チューハイとして販売しています。これ、全然あれだぞ。炭酸、あれだよ。弱いよ。賞味期限もめちゃくちゃあるけど。1年以上あるけど。賞味期限1年以上あるんだけど、これどう見ても強炭酸じゃないんだけど。少なくともコーラよか炭酸弱いぞ、はるかに。コーラの半分ぐらいの、あれ、強さが。微炭酸ね。一般的には微炭酸とこれは言うんですけど。全然強炭酸じゃないぞ。強炭酸。炭酸が喉にグッとくるような強い炭酸。嘘つけ。一度他社の品と飲み比べてください。癖になる美味しさですけど。嘘つくな。これはさすがに嘘。全然強炭酸じゃない。てか、このハイサワーの、普通のハイサワーのやつって、ああいうやつって大体炭酸弱いよね。俺強かったら試しないもん、ああいう系で。ペットボトルに入ってるやつ。いつもそうだ。まあでもこれさ、ヨウツベのチャンネルもあるんだっけ？白水社三代目社長、田中秀子のブログ。まあ、ブログ、書いてあるけど、もうほとんどこれあれだ。買ってください買ってください的な。なんとかかんとが発売中買ってくださいみたいな。もう読む気もないわ、こんな。アホらしい。あ、わかったわかったっていう感じですね。でも、このハイサワーはやっぱり酸っぱいっていうか甘くないのが特徴だよね。他のあれだとサワーだと絶対甘いもんね。多分。というよりも酸っぱい。なんか明らかに。明らかに酸っぱい。あ、ここ書いてあるわ。
飲食店様専用業務用商品。紙パック、1リットル紙パック、サワーパック。1本で33杯分のハイサワーの素。多分売ってはないんだけど。売ってはないんだよ、多分これ。問い合わせて、多分飲食店じゃないと多分ダメなんちゃう。一般販売してね。多分。地域限定リターナブルガラス瓶。これ欲しいんだけどね。業務用飲食店様専用って書いてある。でも普通にそこで売ってます。格安っていう通販で。今度はあれだな。グラス買うわ、グラス。今度これのグラス。普通のグラス。これなぜか、ハイサワーの風呂桶までついてくるやつもある。やっぱそこら辺があれだよね。下町っていう感じの。下町のなんだ、風呂なんていうんだ、あれ。俺行ったことないけどさ。銭湯。俺銭湯行ったことない。てか、ない、ここら辺に。ないんで。行ったことないんですけど。銭湯とか行ってみたいね。まあ、多分東京の下町あたりにあると思うんだけど。普通に。こち亀とかでよくあったけど。こち亀とかね。ちなみにこち亀は今年で40周年らしいですから。すげえ。ハイサワー6グラス欲しい、ね、ハイサワー6グラス433ミリリットル1個、600円ぐらい、約600円、楽天市場でも売ってます、ね、307円送料別でもちょっと違う、色がちょっと違うんだな。うん。これちょっと欲しいですね。今度、買うわ。こういうグラスがね、ものすごい好きなんで、俺いっぱいあるんですけど、グラスは本当にヤフオクとかでねえかな、ハイサワーあるね、あるけど高い、12個セットとか、白水社自体がどこにあるんだこれ。東京都目黒区。目黒本町。でも、言うてこの会社はただ単にその営業とかやってる会社です。営業販売やってる会社。製造はやってないっていう。ここでは製造してないっていうことでしょ。なんかそういうのって感じなんだよな。まあ、結局このハイサワーを、その配合とかを考えたのはこの白水社だと思うんだけど。さすがに。それは配合を考えて、こうこうこうで作ってくださいって言って、別の会社に頼んで発注してもらってっていうことなんでしょうけどね。
まあ、だからいわゆるこっちがその金払うから作ってくれって、あの下請けの工場に頼んでるんだろうけど、なんかそういうのって俺なんか嫌なんだよ。うん、なんか嫌なんですよ。なんかしっくりこないんだよね。製造と販売を全部その自社で行ってるとかだと、ああさすがだなーって思うんだけど、なんかなあって感じなんだよね。なんかこう、お前作ってねえだろって言いたいんだよね。お前作ってないやん。お前作ってないのに何、なんかあの、ねえ、ドヤーみたいな。ドヤ顔してんのかなって思う。結局金払ってんのはこっちだから、その偉い顔できるんだけど、結局そういうのって結構、あの、俺下請けの会社で働いたからわかるけど、腹立ってくるんだよね。お前ら作ってもいないのに、何偉い顔してんのっていう感じ。ね。まあ確かに金もらってるから、あれなんだけど。表沙汰に言えないんだけどさ。腹立つんだよな。しかもすっげえいい、あの、偉い顔してなんか言ってきたりすんのよ。すげえバーバーって命令口調だったりとか。そう、いい態度するわけよ。それが腹立つんだよ。ものすごい。そういう会社いっぱいあると思います。だから多分個人的にはこの発水者はかなり恨まれてると思う、ね。下請けの人が。あの、俺もそういう、あの、会社で働いてた時あるけど、あの、腹立つ。マジで。俺らいなかったら、その、作れないんだよって、いう感じ。俺らいなかったら何もお前らできないじゃんって、いうことよ。じゃあお前ら作ってみんやって。なんか原料とかなんか、だけ、なんか、あれ言って、これこれこうで作ってねって。言うだけ言ってなんか、何もしねえって。あれですよ。あの、ワンピースのサンジが言った名台詞。金で腹は膨れるのかよって。名台詞があるんですけど。あれです。まさに。まさにあんな感じ。金で腹は膨れないんです。つまり金だけあっても生きてはいけないんですよ。だから金払ってるからいい顔されしてるっていうのはちょっと気に食わない、ね。はい、ということで2133です。ご視聴ありがとうございました。